間国土交通大臣ただいま議題となりました、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。近年の頻発、激甚化する自然災害に対応するためには、堤防や避難,避難路等,等の整備を推進するとともに、開発規制、立地誘導、移転の促進等の土地利用方策等を効果的に組み合わせ、総合的な防災・減災対策を講じる必要があります。 また駅前等の街中における歩行者空間の不足や商店街のシャッター外科の等の課題に対応するため多様な人々が集い交流する居心地が良く歩きたくなる空間を官民一体となって形成し都市の魅力を向上させるとともに住民にとって暮らしやすい環境を整備する必要がありますこのような趣旨からこのたびこの法律案を提案することとした次第です次にこの法律案の概要につきましてご,ご説明させていただきます 1> 第1に災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため災害危険区域等における事故業務用施設の開発を原則禁止し市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策安全確保策を定めた防災指針を追加するほか 災害県区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い移転に関する具体的な計画を作成する新たな制度を創設する等の措置を講ずることとしております第二に居心地が良く歩きたくなる街中を創出するため市町村による街路の広場化と民間事業者によるオープンスペースの提供を一体的に行うなど官民が連携して 交流滞在空間を形成する取り組みを都市,都市再生整備計画に位置づけるとともに民間事業者が公園内でカフェ売店等を設置するための協定制度の創設にぎわい空間となるメインストリートに駐車場の出入り口を設けさせない規制の導入等の措置を講ずることとしております。またエリア価値の向上にに資する民間都市開発プロジェクトについて 国土交通大臣の認定を申請することができる期限の延長等を行うこととしております。第三に、居住誘導区域において日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うとともに居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修を促進するための措置等を講ずることとしております。そのののこれらにかこれらに関連いたしまししままてて所要の規定の整備を行うこととしております以上が この法律案を提案する理由でございますこの法律案が速やかに成立いたしますよう何卒ご審議をよろしくお願い申し上げます以上で趣旨説明の聴取は終わりました本案に対する質疑は後日に移ることと本日はこれにて散会いたします